皆さんこんにちは。パフォーマンスユニットマジメイトの大月です。あ、来てるかな、来てるかな、どうだどうだ、来た。あれ、あ、来ました。こんばんは。パフォーマンスユニットマジメイトの大月です。お久しぶりです。すいません、だいぶ間が空いてしまったのですが、3週間ぶりかなの不真面目ラジオです。さあ、ちょっと今日は早めですが、どうでしょうか。シェアシェア。これなんか、あの配信ソフトの OBS っていうやつをちょっとアップデートしてみたんですけど、ちゃんと見れてますでしょうか。あー、こんばんは、すがちゃんさん、早いすごいありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。ちょっとシェアしないと。ちゃんと声聞こえてますでしょうか。あ、12だって、早っこんばんは、真面目とおつきです。お久しぶりです。それでは早速ツイッターでシェアしたいと思います。ねえ、もう一気に秋になって、10月に入って寒くなっておりますが、皆様いかがお過ごしでしたか。私はもう衣替えをやらなきゃやらなきゃと思いつつ、あのタンスじゃない、衣装ケースを出すところまではできたんですが、そっから先が進んでおりません。あ、これじゃない。こんばんは、お久しぶりで、あ、るーちゃんさん、こんばんは。ツイッター、はい、お久しぶりです。真面目とお月です。あー、よかった、もう久しぶりにやって誰も来なかったらどうしようと思ってドキドキしてじゃあツイッターでシェアしたいと思います。よし、久しぶりの不真面目ラジオ始まりました。ちょっとね、本当にね、間空きすぎて、でしかもその空いてた時間にもうかなりいろんなことがね、話題がてんこ盛りで、もう追いつかないって。こんばんは、大変、あ、高評価ありがとうございます。早い。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。私も押しとこ、声ちゃんと聞こえてますでしょうか、大丈夫でしょうか。ディッディリー、はい、あ、いた、よいしょ、お久しぶりです。もう本当に今日はタイトルをにね全部入れたかったんですけど、なんかね、いろんなもう話題作が始まり、そして新情報解禁もねあり、もう本当に今日は話題に事欠かないというかありがとうございます。こんばんは。ね、すごく話したいこともたくさんあるんですが、もう本当にね、間がまずは空いてしまってすいませんでした。あの「THEW」がね終わってから、「THEW」が終わって、そのエリザベートが始まるっていうまでの間に、そのエリザベート関連の動画をいっぱい撮ってあげようと思ってたんですよ。でもそしたらちょっとでかい山が入ってしまい、でかい山ちょっとね、あの忙しくなってしまい、あの撮る時間もなくで、なんか私がさ、最後にさ上げた動画が、あのザ・W のね、あの2回戦のやつだったからでね、あの3、あ、準決勝行けませんでしたっていう動画だったから、なんかいかにもなんか私がそれがショックでちょっと活動ができなくなったみたいな、なんかそういう風に見えなくもないみたいなねタイミング的にそうなっちゃったんですけど、いや全然そうじゃなくて、そうめちゃめちゃあのミス最後の動画とかもう撮りたいのがいっぱいあって撮る予定だったんですけど、もうグワーって崩れてしまって、スケジュールが、それであわあわしてましたね。すいませんでした、ありがとうございます。皆様お元気でしたか。で一応私はちょっと来週ね、エリザベートでね、ちょっと今かなりエンジンがかかってる状態なんですが、もう先に見たよっていう方とかね、その皆様からの感想も全然待ってますし、あとなんだっけ、ラジオできてない間の話題作で言ったら、まあ
ヘアスプレーとかキンキーブーツとか、あとジャージーボーイズもね始まりましたね。ジャージーボーイズも行きます。はい、なんで10月はエリザベートとジャージーボーイズ両方行けるんでね、ちょっとかなりワクワクしてるんですがね。え、本当にね、あのツイッターでもねちょこちょここう感想とかはあの流れては来てはいたんですけど、こうじっくり読む余裕がなくてですね。でエリザベートに関してはちょっともう本当にあの楽しみゲージを満タンにしていきたいなと思ってるので、あんまり検索 しないようにして、あのカーテンコール動画とかもあえてちょっと今見ないようにしててだからダイジェストをね東宝さんがね上げてくれたりしてるんですけど、ちょっとそれも我慢してみようかな今回はっていう感じで、ちょっとワク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 してるんですけど、どうだろう、もう見てきたよって方いらっしゃいます？あ、別にあのエリザベートじゃなくてもいいんですけど、てかまあもうちょっとね、もうこれ見た報告会もうちょっと後にしようかな。なんか雑談あります？皆さん雑談あります雑この不真面目ラジオがなかった間こんなんでしたよみたいなね、こんなことありましたよみたいなね、あの皆さんの近況報告もお持ちしてますよ。あ、その前に乾杯ですね。皆様あの適当でいいので、手元に何かがね飲み物を用意できるよって方はぜひ手元に用意していただいて、ない方はちょっとエアーでね乾杯したいと思います。私はエリザは再来週です、ジャージボーイズは来週待ちそう。うわーすごい待ちね、そうあれ一日で見るってことかな、あのブラックチームとグリーンチーム。うわーハートの色でね分かりますね。こんばんは、真面目たつきです。という感じで、じゃあ何か飲み物を持っていただいて、はい、じゃあ開幕おめでとうございます。プラス、ちょっとね不真面目ラジオ久しぶりにできました。せーの乾杯、ルネッサンス。あうまし、うるお喉がね、やっぱ久しぶりに喋るからね。あ、すがちゃんさん温みもブラッシュアップされて、あ見られたんですね。ちょっと公演期間がね短かったけど、そうだ温みもねさあっという間に終わっちゃったけど、今あれかな、次は地方の方かな行ってんのかな。見たかったな。今回はね配信ないですもんね。まだ配信やりますとかって出てましたっけ。配信あったらみたいな、小板ちゃんが出てるし、うん、前回はね私は見に行って配信も見たんですけど、だってキャストさん結構ね、メインキャストさん以外はね、あの新しい方っていうか結構入れ替わってますしね、それも全然違う作品になってそうで楽しみ。で出ないかな。あとあれですね、マチルダね、マチルダの情報も解禁されて、あとそのなんだっけ、スパイファミリーもキャストが発表されたのかな。あとなんかいろいろありましたけど、他にもちょっと覚えきれない、もうあの情報が盛りだくさんすぎて北斗の拳ミュージカル配信、でもなんか前も発表結構、CD が発売されるんだ。2021年キャスト版 CD 会場予約。10月16日まで。あ、アーカイブ配信中ってどれのやつ？あ、フルでってこと？なんか YouTube ライブで稽古場のなんか投資稽古の最初だけ配信するみたいなやってましたよね。あ、もうそっか、福岡も終わったのか、全部終わったんだ。あ、配信やってたやってた。残すところ2日って書いてあるけど、これいつまでなの。あな、いつまでだこれ、大丈夫か。あ、10月16日、あ、明日までだ。やばいやばいやばい、危ない危ない。こうやって見れる。あ、危な危な危な。家族のクーリエのコンサート、吉田さんでラジオも行きたい。うわーすごい、
そうだそうだ、発表されてましたね。あとなんか古川さんのあのステージアラウンドでやったやつもなんか2がやりますみたいなね、なんか情報ありましたよね。いや忙しい忙しい忙しい。でこう最近になってきてやっぱ公演中止のね、残念なお知らせがちょっとはね少なくなってきて、ちょっとなんかちょっとずつだけど、あよかったみたいなね感じもありつつ、そうなんですよ。でも年末年始で財政難になりますよねもうね。まあ常に財政難なんだけど特に年末年始はね。うーん、わかりますわかります。いやーちょっとてんこ盛りですね。どうだったんだろうみんな。よいしょ。とにかくでもさ本当に気温がさ上がったり下がったりでさ体調崩す人がさ周りでもいてさ、何なのって感じですよね。だから衣替えしなきゃいけないんだけど、なんかねズルズルしちゃうんですよね。とりあえず上に羽織れるものだけ出して、もうあとはちょっと後回しみたいなね感じになっちゃいますね。皆さん衣替えはもう終わりました？できます？刺さって私本当にねもう限界が来るまでやらないっていうタイプなんでね、タラ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 してますねずっと。そうなんですよ。じゃあそろそろ行きますか。よいしょ、ちょっと新しくアップデートしたやつで、はい、3週間ぶりです。お久しぶりです。こちらのコーナーじゃーん、今週のこれ見た報告会。パフパフパフ。はい、こちらのコーナーはあなたが今週って書いてありますけど別に今週じゃなくてもいいです、あなたが見た作品を教えてください。舞台、映画、お笑い、アニメ、本、あとなんか展覧会とかなんか配信とか、何でも OK です。これ見たよっていう作品の感想を教えてください。私はちょっとあんまりバタバタしてて舞台は見れてないんですけど、配信あ本か、本で言うとあのエリザベートの予習をね今回はしていこうと思って、読みました本を。カトリーヌ・クレマンさん著の「公妃エリザベート」っていうやつね。これはねすごくね、私も活字がね全く苦手になっちゃったんですけど、どのページにも資料写真とか絵とかがあってすごくね読みやすくて、あとこう章に区切っていろいろエリザベートのこととかがね書いてあるからすごい読みやすい。でこう一つのカテゴリーっていうか区切りがそんなに長くないから、こうサク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 読めてねすごいね勉強になるしね、今ワクワクしてる。イザベート役が高ま、あ、美女と野獣も買えば、あ、そうだそうだ、舞浜の方ですよね、そうだそうだ、ちょっと目白押しですね、やばいですね、ボコ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 。美女と野獣も行きたいな、見たことないんですよね。よいしょ、そうでしたそうでした。劇団四季さん10月23日開幕って書いてあるよ。稽古場取材会が行われました22で、10月3日美女と野獣舞浜公演の稽古場から稽古が佳境を迎えています。あ、じゃあまだなのかな、スケジュール。すごっ、1年先まで好評発売中、さすがさすがやで。これ10月の23日から16当日券情報って書いてある。何、どういうことこれ。
謎。でも明日かもね、収録って。え、あ、ん、どういうこと？プレビュー的な？ん？もう始まってるけどこの日は撮れませんよってことかな。わあ、ゆくさんこんばんは、お待ちしてました。あえぬさんこんばんは、お久しぶりです。その本、確か表紙や獅子のお写真大きく載っている本ですよね。気になってましたが、ね、あ、そう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 です、写真っていうか絵かな、これは絵で後ろが写真かな。ルドルフと次女の何ちゃんだっけな、ギーゼラが写ってるやつかな、が後ろの写真で。でもすっごい写真もそうだし、エリザベートが描いた自分の自画像とか、そのルドルフが8歳の時に描いた絵とか、なんか本当にね、最近の子供が描いたみたいなカラフルな、なんていうの、色鉛筆で描いたみたいな絵とかがあって、ね、ちょっと暴力的なやつなんですけどこの当時から彼の精神状態は的なことが書いてあったりするんですけど、すごいね、面白い、こんなに資料残ってるんだとか、あとエリザベートが書いた詩とかも載ってるし、歴史、ざっくりオーストリア帝国のこうなってこうなってこうでみたいなのも載ってるし、すごいね、いいですよこれ、わかりやすい。こんなに鮮明にクリアな写真残ってるんだとか、あるし、まあそうだね、なんかね、まだね全部は読んでないんですけど、6割7割ぐらいかな、なんか自分が興味がある章だけ読んでもいいしね。あ、なんか猿とかインコとかオウムとか飼ってたんだとかさそういうのとか細かい情報すごくね、ミュージカルってやっぱ一部、本当に一部で、描けるこうなんていうのかな、エピソードとかもやっぱ限られちゃうじゃないですか。だけど実際は、登場人物の中には出てきてないけど、次女ちゃんいたんだねとか、あと三女、4人目の子はすごく可愛がってたとかね、そういうこととかね書いてあったりとか、面白いですよ。やっぱ見方も変わるしね。あ、そっかって、確かにこの人側からしたらこうだけど、 こういうなんか条件でこれこれこうだったらこうなるよねみたいなとかすごいざっくりしてる、抽象的。そう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 、あとエリザベートの方も、フランツがほらなんかね浮気したみたいなさ、こう裏切ったみたいなのすごいあるけど、エリザベートの方もちょっといい感じの人がいてとかさ、実はどうたらこうたらとかね、すごいね面白い。なんかその当時の最後に着てた服のがの写真とかね、これ写真だよな、これ多分ね、あとねルキーニの写真とかもね結構くっきり、なんかルキーニって花があるんだよね、なんかこう見ると本人ね、なんかほんと役者さんみたいなさ、なんか変な色気とかさ、変なっていうかなんていうの妙な色気っていうかさ、あるんだよね本当に。面白い、すごいおすすめ。興味のある方はぜひ、 あとあれか小池先生の書いた、エリザベートの小説版かな、あれもちょっと今読んだりしてるんですけど、なんかより楽しめそう。なんかやっぱ追えないしね、一回じゃね、そのミュージカルだと、この歴史がこうでこういうなって、こういう情勢で今ヒリヒリしてんだよとか、特に2幕のさあたりとかね、革命革命って、なんで革命、誰がどういう流れで革命を従ってるのとかさ、そういうのとかもね読んでみておくと。エリザ見たいけど無理そうですよね。
当日券出てたんだけど、キンキンは評判良さそう。でも今回エリザベートに重なってて、あーなるほどね。アンアン特別編集のミュージカルにエリザベートアニバーサリーブックも、へー発売されるんだ、すごい知らなかった。2000年の東方の主演しか見てないので、今はだいぶ変わったんでしょうね。そうですね。わかんないけど。まあ、変わってるでしょうね。ちょっと演出も今回、ね、違うだろうし。変わってるとこあるっぽいみたいなのはちょっと聞いてるしね、楽しみだな、楽しみだな。でもね、あんまり私今その情報を追わないようにしてて、もうまっさらな気持ちでこう体を清めてじゃないけど、この脳みそを真っ白にしてできるだけ挑もうかなとか思ってたりして、そうワクワクしてるので、まあ、めっちゃね、見た後はすごい調べると思いますけど、金あとヘアスプレーか、ヘアスプレー当日券どうだ。でもなんかキャンセルでリセールで出て瞬殺でなくなるみたいな、そんな感じかなね。でもなんかもうコロナのね、あれもちょっと感染者数もだいぶ減ってきてるし、コロナで行けなくなりましたみたいなのもね、減ってきてますもんね。チケット、よっぽどのことがないと。でもキャンセルがゼロの公演ってないと思うから、絶対その1公演につきね、何席かはあるから、それがね、当日券は結局あれなのかな、いつもの前日に電話するのって言ってるのかな、それもないのか。じゃあリセールか。で補助席出ましたよね、確かね。補助席出てまた一瞬で売れてみたいな感じ。ひー、そっか、当日券ないか。今回は配信ないか、さすがに。どうなんだろう。モーツァルトはねあったけど、ないのかな、エリザベートは。またね、あれが違うから、権利の関係が違うからないか。ひー、なさそう、当日券。いやー、もう怖いよ。もうただただ自分がのね、行く回が、まあ、無事に上演されますようにもあるけど、なんか自分自身もね、なんか何らかのトラブルで当日行けなくなったらどうしようみたいなドキドキはありますよね。ヒヤヒヤしてますよねまあ、多分大丈夫だと思うけど、なんか楽しみにしてたものこそね、なんかそういう悲劇が。遠征する元気がないで見た人の情報や写真で知るのみで、そしたら撮りたくないです本当に遠征する元気 ね、まあ、ね、でも本当に行きたい、うわーっていうのだったら行っちゃうと思いますけどね、多分ね。ピアリセールたまに出てますが秒でなくねー、でしょうね。そうですよね。今週ではないですか、ヘアスプレー。あー、ゆきさん、ちょっとヘアスプレー情報ください。私見れなかったんで。全然いいんですよ、このこれ見た報告会は今週じゃなくていいので。これちょっとね、サムネが今週のこれ見た報告会になってますけど、3週間分ぐらい抜けてるんで、今回はもう全然関係ない。先週でも先々週でも先々々週でも OK です。うん、ヘアスプレー見なかったな、撮れなかった、いけなかった。当日券チャレンジしようかなと思ったけど、もうスケジュール的に無理だった。あー、行きたい。ヘアスプレー配信してくれ。日本語訳がどうなるんだとちょっと不安でしたが、ケウでした。血が騒いだ。うわー、いいな、いいな。確かにね、日本語訳初めてだからね、日本の上演、日本語で上演するのがね。誰、高橋亜子さんでしたっけ、日本語。ヘアスプレー、大体高橋亜子さんか高橋千佳さんかと思ってんだけど、違うか、誰だったっけ。ヘアスプレーミュージカル、ねねねねねね、テレビでね、 You can stop the beat のサビらへんは知ってたんですけど、昔からなんとかみたいな、心躍るよみたいな、そういう感じして
あ、高橋愛子さんね、やっぱりそう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 。なんか私その You Can Stop the Beat をあのパフォーマンスで使ったことがあって、それに自分であの歌詞をつけて替え歌で、もう全然あのヘアスプレーとは関係ない流れのね歌詞をつけて歌って踊ってっていうのをやったことがあって、だからそれがね出てきちゃうんですよ自分の変な歌詞の方が。ヘアスプレー見たかった、いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、絶対そうだよ、ヘアスプレー見たかった。役が全員ぴったりだったって聞いたけど、三浦ひろくんダンスキレッキレだねぇ、あの人は本当に、あの人とか言ってた、あの方は本当にやばいっすよね。11月大阪千秋楽と名古屋大千秋楽に飛んでき、あ、いいなぁ、ね、両方チケット取れたんですか、なんでどうやって取るの教えてほしい。すごい、いいな、いいな、いやー行きたいな、私も飛んで行きたいわ、行けるもんなら。そうですよね、まだね応戦中力終わってないもんね。で最初の初日から2日間だけか今のところ休演になっちゃったのね。それ以降はまだ予定通りね上演されてますもんね。はあ、いいな、いいな、見に行きたい、ヘアスプレーめっちゃ見に行きたい。いやー配信ないかな。でももうチケットが完売している状態だから、情報はねもし配信するんだったら出してもね問題ないと時期だと思うから、この時期で ね何もないってことはないのかな。温め配信、あと私あれだ、シソンヌの配信見ました。そうだ、それは先週ぐらいかな、見ようって思って、ここでこのラジオでおすすめもされてたからシソンヌの配信を見ました。はい、ライブの単独ライブのね、面白かったです。もうさすが、あれその話したっけ、私あれしてないよね、あれもうなんかいつから配信してないのかが覚えてないからあ、そうシソンヌさん良かったですよ、うん、ワンズ三浦ひろくんいつもならキレキレなしてたんやけど、ちょっと小ボケな可愛いリンクね、なんかやっぱちょっとリンクってそのアホなイケメンみたいなねとこ、ちょっと隙があるでもピュアでかっこいいみたいなね、そういうところがありますよね。映画版もねザック・エフロンが言ってたけど、あんまなんかそんな深く考えてないんだろうなみたいな、まあでも悪いやつじゃないよねみたいな、そういうね感じがねいいんですよね。なんか2枚目だけどちょっと中身3枚目みたいなね、そのなんか隙がある感じがねまたチャーミングというかいいですもんね。そうなんかリンクが賢すぎるとねちょっとバランスがね悪くなっちゃうというかいやあとエリアンナさんの歌が聞きたいんだよな私は。あとカチさんが全力で笑かしに来るので笑い、これあーカチさんね、カチヒロコさんね、魅惑のカチさん、カチさんも見たいで、カチさんも一役じゃないですもんね、何役かやられてましたもんね。いいなー、めっちゃ見たい本当に。山口さんもね、ゆうちろさんものママも見たいし、善さんのねパパも見たいし、石川善さん、あーもうどうやったら見れるんだ私も飛んでいくしかないか、で会場まで行って大阪とか名古屋まで行って段ボールにチケット譲ってくださいって相乗りみたいに書いてチケット公式一か八かねやるしかないか。チケットはファンクラブ先行頼み、あーなるほどね、やっぱりねそうっすよね、ファンクラブだ、そうだそうだ、それが賢いっていうかね安心なルートですよね。そっか、あ、なゆここさんこんばんは、私もヘアスプレー行きました、山口一郎さん最高でした、いやー羨ましい、なゆここさん初めてかな、こんばんは、ありがとうございますね、絶対最高だよ、あんな盤石のキャストじゃんだってもちろんね、直美さんもねなんつうの、もうさエンターテイナーだしさ、もう場数で言ったらさもう十分すぎるくらいさもう踏んでるわけじゃないですかね、芸人としてもそうだけどさ、海外行って海外の舞台にも立ってるし、なんていうのね、センス、みたいな、ちょっと時を戻せないから、時を戻そう。エリアンナさん素晴らしかった、マリア・イーちゃんが、フェイクかぶせてくるところでもう涙腺がバー、
ね、なんかあのなんだっけダイナマイツでしたっけ、あの3人組のね、もうマジ歌うまい人たちの中でさらに歌がうまいくてダンスが踊れる人たちの中でさらに花があってあのキレあのセンスがいい人たち、なんか本当日本のねミュージカル界のこう水の水をこう集めてめっちゃ楽しいことやってるみたいなね感じがいいですよね。でもなんか平均年齢もねもう若いからなんかもうこれからのミュージカル界をこう担っていく人たちがギュッとこう濃縮されてるみたいなね、いいな。でダンスもね踊りまくるし、あの照明もね美術も衣装も派手派手で原色カラフル絶対いいでしょ。いやー見たいまだ見たい誰かちょっとリセール出してくんないかなチケット。でももう東京はないんだ。歌うほど音圧を浴びれてね、そう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 、しかもほらいわゆるそのクラシック系のやつじゃなくてね、あっちのほらソウルっていうんですか、 R&B とかソウルとかロックとかね、そっちの生バンドで、なバンドもだから舞台上にあるパターンですもんね、こうロッケンロールな感じ、ジャカ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 できるのもね、私本当踊りたくなっちゃうんですよね、ヘアスプレーの曲を聴くとね。メラ君の白も動きが綺麗だったな、ね、だってバレエやってますもんね、確かちっちゃい子が。ミュージカルじゃないけどキングダム、そうだそうだキングダムもね、あのビジュアルがねバンバンバンと出ましたね。あ、森内森津さんお久しぶりです、ヘアスプレーとっても良かったで、うわー羨ましい。いやーもう良かったしかないね本当にね。でもやっぱこの2年っていうね、公演中止になっちゃってからのこう2年っていう期間がこういいように働いたというかね、ポジティブな捉え方をするとこの2年があったからこそこのクオリティになったんじゃないかなっていうのもあるだろうし、こう寝かせてというかね、おのおのがこうおのおのがってか分かんないけど、知らないけどこうなんていうの、楽曲とかさ、あの役とかさ、まあ、他の仕事もしつつだけどこう準備するあの時間がこう増えたっていう風にね捉えたらね、うん。ミラ君はグリースといいヘアスプレーってずっとリーゼントで踊るわけで、ね、確かにグリースは私も見ました、うん、キレキレでしたよ。うーん羨ましいな、いいないいな、ヘアスプレーなんか絶対 DVD 出したらもうめちゃくちゃ儲かると思うんだけど、それでもダメなのかなだって公式さんがさ、あのブロードウェイの方人がさ、あのサタデーナイトライブの中でだったっけな、あれなんかあのスタジオバージョンのさヘアスプレーのフルをさ YouTube で流してるんですよ普通に。だからあれはその劇場で撮ったやつじゃないけど、スタジオで撮ったやつだけど、なんかあの人がアリアナグランデだっけ、アリアナグランデじゃない、なんか誰かがキャストで出たりしてゲストで出たりしてるやつか、なんかだからいいじゃんと思っちゃうけどね、ダメなのかな文句あるんだろうな、いろいろ大人の事情が、うん、あれだジェニファー・ハドソンとかも出てたな確か。キングダムお席ご用意されたいですね、ねキングダム力入ってますよね、うん、いやどうなるんだろうキングダム。あとあれかキングアーサーか、キングアーサーのあれもあれなんだっけ、歌唱披露動画、うん、歌唱披露会の動画も公開されてましたもんね。いやー忙しい忙しい。そしてムーランルージュは未だキャスト発表されるず相変わらず膠着状態ということでそうなんです。いやーちょっとヘアスプレーの感想もっともっと聞きたいな。まあもうこのそれで見た気になるというねせめてヘアスプレーの CD だけど、ああね確かに確かに分かります。それでね聞いて次の再演までちょっと充電するというかね、補充するというか脳内で見るという感じで、はい、補いたいと思う。でもブリリアでもねどうだったんだろう、あの悪名高きって言っちゃあれだけど、席によってはねすごいブーブー文句が出やすいあの劇場ですけど、だから音的にはねストレスなかったんですかね。
だって広いですもんね、めちゃめちゃ。あ、ルマイさんこんばんは、待ってました、お久しぶりです、ありがとうございます。あれアイコン変わりました、そんなことないか。 JA、 あそうだ、 JA もね、そうだそうだ、 JA もそうだ。いやーどうするよ、本当に目白押しよ。あ、あとあれ、ジギルとハイド、ジギルとハイドは違う、もうあれ最後ラジオやった時にはもう情報解禁されてたから、なんだっけ、もうごちゃごちゃなしごちゃごちゃすぎる。あ、マチルダ行きたいな、マチルダも行きたいし、ちょっとね、ちょっとワクワクが止まらないですね。だから皆さんのなんかこの3週間分のこれ見てきたよとか、これ良かったよっていうのをね、教えていただきたい。私はだから配信でシソンヌさんの単独ライブ見たの以外は、あとなんだろうな、映画か、映画は何見たっけな、映画もあんま見れてないな。あ、あれだ、グッドモーニングベトナムを見た。あれ、アンドリュー・ロイド・ウェーバーじゃなくて違う違う、あの人、あの人、私が大好きな俳優さん、いつもねアンドリュー・ロイド・ウェーバーが出てきちゃうんですよね。グッドモーニングベトナム、ロビン・ウィリアムズ、そうです、ロビン・ウィリアムズさんが大好きなんですけど、そのロビン・ウィリアムズさんの見よう見ようと思って見てなかったやつをね、まあ、あのミス最後見た後だったし、あの見ようと思って見たんだ。そうだ、グッドモーニングベトナム、あのまさにこうミス最後と全く同じ時代を描いてて、その時にあのアメリカ軍が聞く、ラジオを現地で、現地に行ってラジオ DJ として、ロビン・ウィリアムズが、やるんですけど、もうそれがもうめちゃくちゃ人気で、あの米兵たちのねこうストレスをね癒していたみたいな、あのそういう設定なんですけど、実際そのロビン・ウィリアムズさんってあのスタンドアップコメディアン出身で、もう本当にアドリブで、ジョークをね、もう本当マシンガントーク、息もつかずにわーって言うんですけど、映画も実際にそのラジオのシーンはアドリブでやってたところがほとんどで、みたいな、そういう前情報をね入れて見てみたんですけどね、なんかいわゆるその戦争ものっていうカテゴリーに入るのかな、入るけど、肉弾戦があるとか銃撃戦があるとか、もうなんかなんていうの、血みどろの生臭い、本当に生々しい戦争の様子が描かれるっていうタイプの映画じゃなくて、まあ、爆発するシーンとかはあるんですけど、そっちがメインじゃなくて、というよりはこのちょっと緊張状態が走ってる、ベトナム、ホーチミンの中で、ラジオ DJ が見た戦争、っていうかその視点の戦争ってこんな感じだったんだ。でも普通にあのアメリカ軍がやってる、なんかベトナムの人と親睦を深める語学学校みたいなところがあって、現地の人ともすごい仲良くなったりとか喋ったりとか、普通にお店にあのアメリカ軍と、ベトナムの市民が一緒にいるみたいな、そういうところシーンとかも普通にあって、でそこからまあちょっと状況がどんどん変わってったりはするんですけど、あるなんていうのかな、ちょっとこう第一線で戦っている人ではない人から見たベトナム、でそんな中でもものすごくこう言っていい情報とダメな情報、検閲が入ってラジオなんだけど、いやこれってさ伝えなきゃいけないよね、でもそれを隠してあの笑かして違う情報を言わなきゃいけないとかっていう、その葛藤とかね、なんかそういう戦時下のコメディアンというのかな、ラジオ DJ の生き様みたいなのが見れてね、すごくあなるほどなって思いました。ミス最後を見た後に見るといいかもって思った。あ、カラー配信あるのでよかった。あ、そうなんですね、カラーまあ生で見れたから。ロワイさん、ヘアスプレーはユーザマとジェンさんのデュエットが私的にはもう、あれか、あの夫婦のね、
なんだっけ、ヘイママヘイママじゃない、それはあれだ、トレイシーとあれだ、なんだっけ出てこない好き好き、わかります。あの洗濯物干しながら歌うやつだっけ、映画だった。ブリリア2階席前方席でしたが視界良好で問題なく楽しめました。おお、3月が JA や太平洋上局レント、あースパイファミリー、磁気配と目白押し、そう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 、詰まってますよねから始まるね。あ、ふみさんこんばんは、お久しぶりです。あのね、海宝さんの回でしたよね、ふみさんはね、確かね、それなんかキャストねお休みになっちゃって残念でしたよね。カラーはぜひ見ていただきたい作品ですよね。両役ともにそれぞれ違って、ああそう、私だから逆サイドのね配役を、そっか、配信で見るという手があるのか、なるほどね。じゃあソンハさんのこの役がねコロコロ変わるやつを見たいんだよな。ヒュー様と前作がわちゃわちゃしてるだけで、なんてこんな可愛いのかもうすごい想像できる、わかりますもう絵がねパッと想像できる、うーん、いいですよね。いや結構だから皆さんヘアスプレーいってる率高いな、さすがだな。はあ、行きたかったな。配信ないかな100回ぐらい行ってるおもろいや。はあ、いいないいな、やっぱねキラキラで楽しくてね、そこの向けに明るいミュージカルっていうのは最近見てないからね、やっぱ来ますよね、その交互にね。めちゃくちゃ暗いのも見たいし暗くて救いがないのも見たい時期もあるし、でもね底抜けに明るいね、何にも考えずにこうね楽しく踊れちゃうみたいなのが見たい時期もあるし、わかりますわかります。あーいいな、ちょっとあとはなんだろう、あと見たやつ、グッドモーニングビデオ、まあ、とにかく私は今エリザベートモードなので、いろいろ情報収集をしております。なんか前っていうか私生で見たのはことはないんですけど、エリザベートね DVD で見た時はもう何にも情報を入れずにまず見ようっつって見て、でもう DVD を何回も何回も繰り返し見て、でじゃあ次はちょっとちゃんとねあのお勉強してから行こうとかね、あの思ってさ、そうやっぱあの革命2幕のルドルフとフランツのあのやり取りがやっぱり一回見ただけだと流れとかがね入ってこなかったりするんだよね。だからなんでハンガリーに行ってあんなに、あそれだから一幕だけど あのねハンガリーに行った時にあの三色機のドレスを着てなんでうわーってあんなに なんか迎え入れられるのかとか、あそういうなんか背景とかね分かってから行った方が余裕を持って楽しめるかなと思って、その歴史的なこととかをね見てるんですけど、でも結構なんかワイドショー的な感覚でミュージカルの中では描かれてないけど実際こんなんだったんだとかね、フランツ晩年はねフランツに女優さんをちょっと紹介してその二人の中を取り持ってたとかね。でも結構エリザベート的にはその女優さんのことを結構小バカにしててあいつ言ってんでみたいな、なんかこう言ってたでみたいな詩が残ってて、なんかそういうのをちゃかしてるじゃないけどなんかちょっとバカにしてあんたにぴったりだと思うよみたいな、詩が残ってたりとか、うん、そのルッキーにも言ってるけどこう、ね、悲劇のヒロインっていうだけの人ではないってね、本当にしたたかな部分もあるし、ね、賢くてちょっとなんていうの、自分の思い通りに生かせるためにこう工作をしてたところとかねもあるし、あとすごいダイエットのために美貌を保つためにいろいろダイエットしたり過酷な運動とかをしてたみたいなのもあるけど、そのなんていうの、一つだけじゃなくて実はその目的が綺麗になるっていうことプラスもう精神がこう疲弊してたからもう病気になりたかったと、自らもう病気になるように追い込んで、で病気になれば何がいいかっていうとその療養に行けるってね、本当に医者から、あ
あんた病気ですよって診断をもらえれば、それを口実に逃避できるというか、島に行ったりとか、こう療養しますって言って、アプスブルク家をこう離れることができるから、もうそうなるためにわざわざこう自分を追い込んでたみたいなとことかね、そういう面もあるかもねみたいな感じでこの本に書いてあって、すごいね、面白そう、うん、面白いですね。あとなんかしきたりで亡くなった後にこうデスマスクをね作る、なんかまあ顔の上から、ご遺体の顔の上から多分型取りをしてこうマスクを作るみたいな、ハプスブルク家のしきたりであるみたいなんですけど、そういう写真とかが載ってたりとかね、うん、エリザベートのデスマスク、臨終のところで型を取り理想化したもの、海辺、できればコルフ島に埋葬してほしいという最後の願いは聞き入れられなかったとかさ、そう、なんかまあこの書いてる人の女の人なんですけど、確かカトリーヌ・クレマーさんのなんか試験みたいなのも結構入ってる感じもあるから、なんかそれもね面白いですね、コメントが ヘアスプレー絶対されてほしい、もう欲しい欲しい、一句のエロいと評判のトートさんは、あー楽しみてかなんかもう、まあビジュアルちょっと見たんですけど、ゲネかなんかの紫っていうね髪が、実物のエリザベートは好きではありません。あー N さん確かにね、調べれば調べるほどね、まあ、ちょっとフィクションとね現実はね、まあ、違いますからね。でもなんか私はそのこういうなんていうの、史実からああいう作品を作れちゃうミヒャエル・クンツェさん、シルベスタ・リーバイさんのなんか才能がすげえなって思えるから、なんか2度3度美味しいというか、うん、面白いみたいなね感じで、この才能をあここはこうはしょって、ここを強調したんだ、なるほどねっていう、このセンス感覚とかをさ楽しめるか、なんかそういうのも面白いなと思って見てる。11月お話しに振り返ったと、シュガーフラズ見てきます、楽しみ、いいなー、いいですね。シュガーフランツ、シュガーフランツは見たことないな私、そうだ、うん、DVD はマリオさんなんで、楽しみやな。あ、高評価ありがとうございます、気づいたら13も、うわ嬉しい、ありがとうございます。もうだからエリザベートをねやる前にやりたくなるやつっていうのを撮りたかったんですよ私は。それでもう今頃アップしてる予定だったんですよ本当は、初日の前日かなんかに、もうそれが悔しくて悔しくて温めてたネタがあったのに、まあ出しますけどね。一君とうとうすぐシシーの腰抱くらしい、あちょっともうそっから先はじゃあちょっとネタバレになっちゃうんで、あ楽しみ、でもすぐシシーの腰抱く抱いてそう抱いてそうってあった、いやー楽しみだな。ルキーニもね楽しみだし、どういう感じで、どういう感じに仕上がってるのかとかね、うん、ルドルフも楽しみだし、ゾフィーももちろん楽しみだし、いやでも私ちょっと本当に心配で、こう真面目に悩んでるんですけど、ちょっとね踊り出しちゃいそうでさ、そのあんまりにも DVD を見すぎてちょっと客席でこうなんか体を動かしながらちっちゃい声で歌ってるやつがいたら、ちょっと多分私だと思うんで、つまみ出してくださいやりたくなるやつシリーズ大好きなんで待ってます。エリザベートのグッズに歯ブラシあったの、歯ブラシ出てたの、やばい、絶対使えないよそんなのずっとね眠っちゃう洗面所の棚に。特に皇后の務めとかは多分両腕がこうグッグッて前にね動いちゃいそうなんだよな、だから誰かに止めてほしいな本当に、なんか縛っとこうかな自分の体をやばい、もうド変態が客席にいると思われちゃう、やばいやばい、歯ブラシ歯磨いたのなるほどね、そういうことか、なんか歯が黄色いってね言われて、それがすごいエリザベートコンプレックスで、写真ねこれ写真とか肖像画とかいっぱいあるんですけど、やっぱりねどれもね口開いてないんですよ本当に、うんってこう口をね結んでる感じ、あ本当なんだこれはとかね、おもろい、うん、で結構その末っ子の
マリーちゃんかなにはいろいろで私この時こう思ってたんだよねとか話してたみたいね、うん、本当にねクソくだらないよねこのしきたりとかあの時もめっちゃもう本当バカバカしいと思ってたのよみたいなことをね話したりしてたみたいな晩年はね。そう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 、面白いね。まああとヘレネ、ヘレーネがねお姉ちゃんで、あの本当はねフランツと結婚するはずだったみたいなって出てくるんですけど、8人兄弟なんですよねエリザベートね実は、うん、であとそのフランツの弟がもともとエリザベートいいなと思ってて、なんか手紙のやりというかななんかしてたらしいんですけど、こう兄ちゃんに取られるみたいなね、そうそうそうことがあったとかさ、面白い。いや上手だよね。でもそのやっぱこう本を書く人ってこの抽出する部分、ここはいらない、ここは走るみたいな、そうそうそう。でもなんかあのエリザベートがこう旅に出てて、お月の人ハンガリー人のねあの次女をこう連れて歩いてて、でそこにあのエリザベートが歩くの早すぎてついていけなくて根を上げて脱落した人がいっぱいいたみたいなエピソードがあるんですけど、それがちゃんと歌の中にあの組み込まれてるのもなんか逆に面白いなと思って、そこまで重大じゃないけど、そのなんかなんていうの、その足が速すぎてついていけなかったってちょっと面白いと思ったんでしょうね多分エピソード的に。だからちょっとこれ歌に入れようよみたいな感じで、あのわーって流れていく一瞬なんですけど、もうねあのそういうな小ネタをこう歌に組み込んでるのもちょっと面白いなとかね、本当だったんだみたいな。で私もう無理ですっつって脱落した人がもう本当に何人もいたらしい実際に、うんとかね、そういうのが面白い。目開きます、あんま知るなる。あグッズのアクスタお花さんと一緒だとか、そっか、そりゃそうだよな。なんかもう買い占めちゃう人もね、なんか来れない友達のためにとかね、わってなんかもう買ってく人もいるだろうしね。踊りたくなっちゃう気持ちすんごいわかります。花澤さん、シシフルカートで見てきました。あー感動しすぎてずっと余韻にいっぱいです。磨きます、真っ白になるまでお話しユンとうとの組み合わせ最高。あーねいいですよね。もうでも羨ましす、美形で美しく脚色された舞台はいい。でも舞台でルドルフを突き放すところは怒りにね、そこはね分かります、分かります。なんでって私未だに何回も見ても思うもん。なんかもうさ本当にさ、あのなんていうのかな、もうそれでも母親かぐらいのさ、もう本当に一人息子がさ誰にも頼るところがなくて、もうお母さんあなたしか分かってくる人いないんですって、もう最後の最後のこう精神がギリギリのスレスレの状態で、あなたしかお父さん説得できないんです、助けてください、もう本当に絶体絶命ですの手をさパーンってこう払う感じで、その後まあ後悔してするんだけども、いやいやいやってそりゃないぜって思うよね。うん、わかりますわかります。シャンテのエリザコラボメニューが相変わらず コースターもらえるやつ、ちょっと見よう。シャンテエリザコラボメニュー、花ちゃんと古川さん公式コンビ感あります。あー確かにね、なんかこう並んだ時の絵面がねいいですよね。絵面とか言っちゃった、バランスというかもう肖像画みたいなね、あのまま。シャンテコラボメニュー名の無理やり感がカイルドルフ楽しい。そう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 、ね、僕とあなたは似ているって。本当にね顔もねやっぱルドルフの写真があるんですけど似てるんですよ本当に。肖像画じゃなくて写真の方あるんですけど、でちょっとね古川雄太さん似てるんですよルドルフが。うん、やってたけどね。自らエリザベートレストランカフェコラボキャンペーンメニュー、僕たちは似たもの同士、格子ではなく鮭のシュニッツェルね、どういうこと、格子に似てるけど鮭ですよってことパパみたいになりたいおてんばシシーの欲張りパフェこれはまだまあまだ欲張りパフェっていうのね、可愛いですね。誰もがウングランデアモーレトマトスパゲッティのセット、強く厳しく冷静に冷酷に見ても絶
品ベイクドチャーシューパオチャーシューパオってさ、もうね、中国だよねなるほどね。あとはまるでミルク風呂、あ、これはいいね。シュプレームチキン、それはいいかもしれない。確かにチキンとミートボールのクリームに、冒険の旅に出るオリジナルアップルパイタリーズコーヒーどの辺が冒険なんでしょうか、アップルパイね、最後のワッフルは俺のもの、アップルシナモンワッフル最後のワッフル、なるほど。ルキーニのキッチュじゃない欲張りセット、キッチュでいいじゃんリンガーハットキッチュどっかで作れたでしょ普通に。キッシュか、キッシュね、キッチュじゃなくてキッシュどっかで作れたよね絶対ね。でリンガーハットのちゃんぽんにルキーニのキッチュじゃない欲張りセット、すごい。誰にも束縛されず自由に食べるのエリザベートプレート2層のボートで私たち大エビ2尾の天丼セット、日比谷別邸、これなんだ、カシュンアンさん、あ、蚊が来た、蚊がマイクに止まった、ちょっと蚊なんてもういないと思ってたけど、ごめんなさい今ドンってうるさかった、ちょっと蚊シューだな、これは蚊が消えたどっかに、やばいやばい、シューしとこ、あ、やばい、もうスプレーが残りわずかだ、もうなんか私プンプン飛んでるとね集中できないんですよ。面白い、これは誰が考えたんだろうこれ面白いね。もうでも全然見た目はね、そのミルク風呂以外はねもう全く関係ないですね本当に面白い。あ、そうそうそうエビ天2本乗ってるのね。メニュー名面白い、東京のコラボメニュー羨ましい、春麗シャンテメシ、おおすごい。最後のワッフルは俺のものってユントートのもの古川君甘党トートだし、週2で食べ尽くしますね、いいなあいいなあ、コンプリートできそう。立石君の ルドルフはどうですか、どうなんでしょう、もう見たよって方います、いたらね見てみたいなあ。ルドルフはね2幕忙しい、2幕でなんかもうねギュッとこう激動の時代をやんなきゃいけないからね。そうそうそう、でもエリザベートの面白いところはやっぱ同じ曲が何回も出てくるって、まあよくグランドミュージカルはね、ありますけど、グランドミュージカルに限らずありますけど、エリザベートってそれがめちゃくちゃ多くないですか。あのレミゼは一曲の中にそのフレーズがメロディーでちょっと一瞬入るとか、あと全員が歌ってるワンデモアの中に、まあ、それぞれのテーマ曲が入るとか、もうそれもあるんですけど、エリザベートって割とまんまでメロディーがそのまんま出てきて、でアレンジが違って歌う人が違ってっていうのがめっちゃ多いから、なんか最初は気づかなかったけど、えこう最後のダンスのフレーズここで入るとか、なんだっけな、革命のなんだっけな、なんかのとこで入るんだよな、ダタタ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 タとか、あとパパみたいになりたいとかもさ、最後ねパパみたいに、最初はパパみたいになりたいって言ってるのに、最後はパパみたいになりたかったとか、こういうのもあるし、あと高校の勤めもまあそう2回出てくるかあるし、校庭の義務も最初はゾフィーがフランツで歌ってるけど、この世代が変わってフランツが今度ルドルフに歌ってるとかね。でもそのオーケストラのアレンジが全然違うとかさ、なんかそういうのがやっぱ DVD を見てないと気づかないところも多くて、で未だに多分気づいてない部分もあるだろうし、それがねなんか歌いたくなっちゃう、何回も歌いたくなっちゃう、こうマジックというか仕掛けかなってすごい思ってますね。なんかその割と、ね、モーツァルトはモーツァルト一人の人生、モーツァルトがずっと軸って感じなんですけど、エリザベートは結構こう世代3世代にわたっての、まあエリザベートはもちろん軸なんですけど、そのいろんな人の
あの人生も楽しめるっていうね、ちょっとうまいこと言えないんですけど、ちょっとそれがレミゼとは違って、レミゼもレミゼであの違う面白さあるんですけど、なんかはっきりそれが分かりやすいね、世代交代、うん、っていうのも楽しめるし、まあ、恋愛ものとしても楽しめるし、サスペンスとしても楽しめるし、あの歴史もの社会風刺を入れながらの、歴史ものとしても楽しめるし、嫁姑戦争としても楽しめるし、ね、普通にコミカルな楽曲もあるからそれも楽しめるし、そうリプライズ合戦、大月さんもぜひシャンテご飯してみてくださいね。ちょっとどれかいけるのあるかな、私何が、でもルキーニが好きだからなキッチじゃない欲張りセットとか言っています、でもあーでもなワッフル美味しそうだな、最後のワッフルは俺のものもアップルパイも美味しそうですよね。冒険要素が全然見当たらないアップルパイっておばあちゃんのアップルパイとかね、そういうあれですもんね、イメージ。あーでもベイクドチャーシューパウダー、アップルパイはさ別にタリーズコーヒーはいつでもなんか食べれる感じするけどさ、チャーシューパオってさ、やっぱなかなかここに行かないと食べれないみたいなね、そういうのも楽しみたいですよね。パパみたいになりたい、あだからあれだ、あのあれもそうだね、2人のね、2隻のボートも出てきますもんね、2回3回ぐらい出てくる、うん、と私だけにも出てくるし、いっぱいね、もう思いつかなかったのかなそれかあんまりにも曲がいいから、やっぱこれはこういう風に思いつかなかったわけないじゃんなんかコスパいいなって、違うわちゃうわ、そんなわけあらへんがな、すいません、ファン魂が出てしまいました。いやいやいや、いいんですよいいんです。立石さん、革命絶対失敗するやんと思わせる危なっかしさを感じました。まおみさん個人の感想、あでもね、そういうのがルドルフは大事ですもんね。安定感のあるルドルフだったらね、ああいう結末にはならないですもんね。もう耐えるところが最終的にトートしかいなかったっていうね。まおみ様ありがとうございます。そうなんですね、器用な中私、すがちゃんさん、リプライズがそれぞれの人物の思いと重なって本当によくでき、そうそう本当なんですよ、見れば見るほどね、そうなんですよ、面白い。まあ、歌い方が変わってるのはねもちろんなんですけど、やっぱアレンジ、オーケストラのアレンジとかはねうなるというか、あんなにコミカルな曲だったのにとかさ、なんかあんなに幸せの絶頂で歌ってたのにみたいなとかさ、この落差がねいいですよね、素晴らしい。だから覚えやすいしね、すごく耳に残るし。ああどうしよう、踊っちゃったら連れ出されるかな、やっぱりスタッフの人に真剣にねすいません、あの会場内でちょっと踊られるのはご遠慮いただけますかねっつって、あの休憩の間に連れ出されるね、連行されちゃう被告ルイジルキーニリプライズ系、今の思いを、青さん、リプライズ系今の思いを聞きながらそれ以前の歌も思い出され、そうなんですよね、それがちょっとリプライズのいいところですよね。そうそうそう、今の心情を聞きながらももうメロディーが すり込まれてるから頭に、自動的にそれを歌ってた最初の場面も思い出すというね、これがリプライズのいいところですよ、いいところっていうかリプライズを使う意味というかね、いいですよね。いやーすごい、クンテさんとリーバイさんが地球の裏側で見守ってくれてると思います。お二人にも温かい拍手をお願いします。ユウ様山口さんがあのモーツァルトのカーテンコールで言ってた、今地球の裏側でも裏側でこの映像を見ているクンテさんとリーバイさんにも
温かい拍手をお願いしますみたいなこと言ってた気がする。あ、ひそかに鈴鹿さん、ゾフィーの最後も楽しみなんですね。ゾフィーもねまたいい役ですよね。本当になんかもう最後さ、あんまりこうラストのシーンで出てる尺は長くないんですけど、もうなんか本当に老衰っていうかさ、こうヨボヨボになってるけど、まだこのハプスブルクを滅ばせてはいけない、途絶えさせてはいけないっていう、こうなんか執念みたいなものだけでも立ってますみたいな杖ついて、そういう感じとかね、うん、まだダメです、もうお母さんあなたの意見は聞きませんって言われてるけど、まだいや何を言うかみたいな、もうだからそれだけで生きてんのかなこの人はみたいな、うん、でもなんかやっぱりね、この本とかを資料とかも読むとね、本当に頭がいい聡明な人でね、ゾフィーはね、自分の旦那ではもうあかんと思って、皇帝がね、次の皇帝は自分の息子を、まだ18歳だったけど、こう押してでね、もう独裁じゃないけど自分が動かすみたいな、本当にそういうまさにその通りで宮廷内でね仕切ってたみたいだしね。でも政治を、だって当時そのさ、奥さんがさ、てか女がさ、そういうのに口を出すっていうのってもうやっぱタブーでさ、ちょっとでもこうエリザベート自体もなんかほら言うようになってきたというかさ、こう知恵を身につけてやるようになってきた時に、もうゾフィーもそうだけど、エリザベートのお母さんルドビカもすっげえ怒ったって、な、何女がそんな口出してみたいなのを書いてあって、そうそうそう、でもゾフィーはやってんだよね、その前からね。まあでもしょうがなかったのか、もう耐えれなかったから、お父さんが、旦那がねえ、いや大変で、やっぱその当時のなんかオーストリアの状況を知れば知るほど、最初はフランツなんだこいつみたいな思ってたけど、もうまあしょうがないよね、もう本当にみたいな、そんなフランツもフランツで大変だよねみたいな思ったりとかね。そう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 、あ、今日ジャージーボーイズ見てきました、風兄さん、わー、どうでしたかジャージーボーイズ。私も行きますよ。ゾフィーの姿勢で考えてみると、なんだか寂しくなって涙ちゃう、わかるわかる。なんかその何回も美味しいよね、この次はこの登場人物の視点で見てみよう、次はこの登場人物っていうのが、キャラが立ってる人が、てか全員キャラが立ってるからね、エリザベートは面白いですよね。ゾフィーって嫌なイメージ持つ方多いけど、ゾフィーはゾフィーの生き方があって素晴らしい方だよね。なんだろう、保守的というか、もう昔ながらの伝統に沿って沿ってっていうのも、まあ一理ね、それの良さもあるし、そう。でもなんかやっぱフランツはすごく、なんていうのかな、頭が固いというか、まあ、よく言えばすごい真面目で、新しいことには手を出さないで、それでちょっと技術的に遅れが出ちゃったっていうかね、そういう工業的に工場とかが、他の国はもうどん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 こう近代化していって、こう発展している中、いやちょっと機械には頼らないみたいな、そういう感じだったらしい。なんか戦い方とかも、装甲車を入れると馬が怖がるからっつって入れなかったりとか、武器とかもね、すごい古いやつをずっと使ってたりとか、うん、なんかそういうのが結構こう首を絞めていっちゃった要因の一つなのかなみたいなこととかもねあったりとか、そう。でもしきたりを守らない、ルールを守らないとこう破滅してしまうみたいなのもね、わかるしね。まあフランツはそうね、すごい好きにはなれないけど、でもなんかあれだけさ、諸外国か、外からも攻められてて、 でも自分の国の、まあ、ちっちゃい国がねいっぱい集まってるから、もう独立だ独立だってこと、それの反発も抑えなきゃいけないし、外からも攻められてくるし、お金はもう全然ないし、うわーみたいなで嫁と姑もバチバチしてるしみたいな、その感じもねカテコもスタンディングオベーションで盛り上がりました。ブラックを最前列、最前列センター、いいな、いいな、羨ましい。私はね A 席かな今回、S 席だったかな、どれだろう、もう超楽しみ、いいな、いいな。トミーのダメンズぶりには怒りがトミー・デイビート役、ブラックだからどっちだ、
ブラックがどっちだっけ、どっちがどっちだっけ。私はあのそうだグリブラで見たんだけど、どっちがどっちかまだわからん。ブラック中川さんがいる方がブラック、ニュー、ジャージーボーイズ、ウコンさんはね続投ですもんね。中川さんとは違うチームだったけど確か。花村さんもね見たいですね。藤岡さん、違う、グリーブラック、そっか、アッキーさんか、アッキーさん、藤岡さん、なんか藤岡さんってさ不思議ですよね。なんか顔はなんかザ日本人みたいな醤油顔っていうのかな、なんだけど、でもなんか立ち振る舞いがさ、なんかその田舎のアメリカ人とかテキサスみたいな感じ藤岡さん、そっかそっか、そうそうそう、わあいいな、いいなね、できなかったからね、コンサートバージョンになっちゃったからね。もうまさに本当にコロナで帝国劇場こう打撃食らった一発目ぐらいだったもんね、多分ね。もう公演中止にします、公演中止っていうかコンサートバージョンしますみたいなね。でそれでやっと再開しましたの一発目がそのジャージーボーイズのコンサートバージョンだったのかな。うん、ブラックの方がアダルトチームって感じね。円熟、円熟味がありますよね。そうだそうだ。でもあの東さん、東さん、いつも分かんなくなる、どっちか、若手って感じで、渡辺なんだね、渡辺エンターテイメント、東圭介さん、そうだそうだ。あのグリブラでもね、めっちゃでかかった、カメラがこう引かないとみんなが入らない、ジャージーって感じ。そうね、確かにね、ジャージーボイズも楽しみですよね。ペンライト触れるんですか、マジで、嘘、やば、やば。なんか藤岡さんのスタッフアカウントかな、ツイッターのが、あのこの間私が上げたそのアッキーさんがインペリアルシアターっていう動画のツイートにいいねしてくれてただから多分認知されてるんだと思う、藤岡さんのスタッフの方には認知されてるんだと思うやばい。であのビデオカメラ使うね、演出とか、あと結構セットもね気になるんだよな、早く見たいな、早く見たいな。日生劇場ですもんね今度はね。ようこそお越しくださいました帝国劇場へ。足元も悪い中ですけれども、最近のニュースではもう少しで梅雨も明けるんじゃないかと。グッズのペンライが可愛いです。中川さん高校生ね、こう聞きたいな、ハイハイトーン、ハイトーンボイス、なんかいろいろありますよね呼び方ね。ヒーヒーヒーのところはホイッスルボイスとは違うんだよね。ホイッスルはあのホイットニーヒューストンとか、なんだっけあれ、あの人、なな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 、の人、マライア・ケリーかとか、あ早くシスターアクト、そうだねえ、天使ラブソングもねいいですよね、もう何回もやってるしね、日本バージョンもね。グッズのペナーかわいいです、認知秋も涙目だったな、ねえ、秋さんあんま泣くイメージないですけどね、あの感情あんま出さないイメージ、出さないっていうか、なんだろうね、歌の中では出すけど、トークの時はなんかいつも同じ天使、同じアッキーさん節みたいなイメージあるけど、ね、いや楽しみ、どうかどうか無事に上演されますように、私も無事に行けますようによろしくお願いします。いや楽しみだな、エリザベート、エリザベートも楽しみ、ジャージーボイズも楽しみ、両方楽しみ、で他のミュージカルも行きたいし、他の芝居もお笑いのライブもめっちゃ行きたい
ねえ、嬉しいな。あ、19人だって、同時視聴者数ありがとうございます。どうでしょう、あと皆さん、なんか本読んだよとか漫画読んだよ、でも漫画私ガラスの仮面ちゃんと読みたいんだよな一回。そのところどころはのエピソードとかは読んでるんですけど、やっぱ手元に全巻揃えたいんだよな。大人買いするか。大人買い、何買いって言うんだっけ、なんだっけ、青田買いじゃなくて箱買い、なん贅沢買いしたいな。なんかやっぱね、電子漫画はね、電子書籍でもう読むんですけど、とりあえずサンプルで見れるところまで見て面白いのは買いたいけど、物を増やしたくないから、本当にお気に入りのしか買わないですね、本は。てかもう本当に私活字がね、漫画の話から本の話になっちゃった。自分の頭の中で今漫画から本に切り替わってたんですよ、話題が。全部見れますようにありがとうございます。そう、皆さんもね、見れますように。東京公演終わっちゃったけれど、血の婚礼ね、菅さんとあれだ、元ももクロのあかりちゃんとかね、あと辰成さんかね、見てみたかったな。なんかすっごいね、ビジュアルがね、チラシのなんか攻めてまして、あ、蚊が来た、あ、来た、あれ、どこ行った、ちょっとなんで消えるの蚊って。もう信じられない、どうして私が喋ってる時に出てくるの、信じられない、わざと狙ってるとしか思えない、これは神様のいたずら、嘘でしょ、信じられない、私が何をしたっていうの。ごめんなさい。なんかキャサリンが出てきちゃった。血の婚礼ね。あ、木村達成くんのストプレ良かったねー、見たい、ストプレも見たいですよ、やっぱりね。あ、血の婚礼、達成バーサス菅ちゃんすごかった。へー、見たいな、見たいな。なんかね、もう体張ってますって感じの中川さんの歌い方、ファルセットとは違うんで、そう、あ、トワング、なるほどね、ちょっとファルセットとは違うんですよね。で、あれトワングができる人ってあんまいないんですよね、その日本人もそうだけど、特に日本人でも。花村さんのね、あれもすごい綺麗だったな、なんか見たけど、ゲネダイジェスト動画かな、なんだか、そして2部の東子さん、ちのこれとかさ、なんかやっぱなんつうのかな、ストップレイはね、やっやった方がいいよと思う、私は。やった方がいいよっていうか、別にそんな上から目線じゃないんですけど、やっぱなんか前もラジオで言ったけど、やっぱミュージカルはやることが多いから、そのお芝居ただ一つにこうシンプルに集中できにくいというか、まあそれも含めて歌もダンスも全部含めてお芝居なんですけど、いろんなものをやんなきゃいけないから、ミュージカルは覚えなきゃいけないし、段取りもあるし、合わせたり人とこうして音楽を聞いてなんとかあのかとかってやることが単純に多いから、お芝居だけにシンプルに向き合うストレートプレイっていうのはすっごくやる意味があると思うから、なんかそういうなんていうな、ミュージカルは良くも悪くもごまかせちゃうから、音楽の力でなんとなくこうそれっぽく見えるんですけど、でも多分年々こう年を重ねていった時に演技力がないと、来る役が減っちゃうというか、お仕事もなんて幅が狭くなっちゃうんだろうなーってすごいなんとなくね、客観的に見てて思うから、基本的な演技力がないと息が長い役者さんにはなれないのかなっていう、私はなんとなく感じているので、まあ、ベースの本当に芝居っていうところをおざなりにしちゃってこう進むと、なんかちょっと表面的な演技しかできない人になっちゃって、味というかな、深みというかな、なくなっちゃう。まあ顔がね、いい人はね、ある程度の年齢まではね、まあでもファンもいるだろうし、ある程度はね、こうあれなんですけど、やっぱりちょっと確かな技術っていうのがないと、年を取った時にちょっときついのかなーって、ちょっとなんとなくやっぱ思うから、お芝居はできるだけやっといた方がいいし、私もすごくやりたい。すいません。今日はクリエでアルキメデス対戦でしたが、めっちゃ良かったって。緊迫の会話劇に聞く、すごい、ロアイさんめっちゃ見てますね。でこれロアイさん本当なんかジャンルがね、守備範囲が広い。菅ちゃんさん、アルキメデス評判いいですよね。
この間映画版の7人の、ああ7人の秘書ね、なんか今すごい番宣とかめっちゃやってるけど、少し前だけど宝塚でグレートギャツビー、おお、ギャツビー見るといつも精神的に大ダメージを受けるんですが、大人になったからなのか今回は割と受け止められましたそっか、まあ名作っちゃ名作ですもんね。もうやっぱ人間慣れるのかなね、慣れって怖いですよね。まあその時の自分のね、あの精神状態とか体調とか、あの前日に何があったかとかね、それにもよりますよね。天気とかそれぐらいなんか繊細ですよね、人間の心って。と思う。ケラさんのシミレグも、もうほんとね、シミレグも私も行きたい、行きたい行きたい、超見たい。うん、吉尾さんね出るしね。でケラさんの芝居も最近見れてないからな、すごい見たいね。まあ長いだろうけど、多分3時間超えると思うけど安定の本田劇場だしね。えちょっと楽しみがたくさんあって、どうしよう、嬉しい悲鳴ですね。困っちゃう本当に。まあとりあえず私は、エリザベートと、なんだっけ、ジャージボーイズに備えて体調万全にしますわ。うん、皆さん来週はちょっとね覚悟しておいてください。来週の不真面目ラジオジャージボーイズはねまだ10月末かな、もうちょっと先なんですけど、来週はエリザベート見れてて、もう大興奮のラジオになってるだろうと予想しますので、はい、頑張ります。ミュージカルセリは涙が止まらなかったです。実はモチーフにしたミュージカル2番目の眼球はなくなっても、セリどこでやってんだ、めっちゃ見てるなみんな、すごいな、羨ましい。もう高橋亜子さん脚本、忙しい、一番忙しいよ高橋さん。誰のなんだ、悪人館劇場、明日で終わりか、明日で終わりで、その後大阪。原作倉本美香さん、脚本作詞高橋亜子さん、作曲音楽監督川原、だってカラーズもね高橋さんですもんね。演出振り付け下塚直美さんっていう、これもね実話ベースなんだね。へー、カンパニーはどこなんだこれ。ノーマークでした。今読んでるサイト。アメリカで出産した。初演かこれ。イーガールズ、元イーガールズ山口さん。ニューヨークに住んでた日本人の方のお話。なるほどね。なんかね、もっともっと、あ、どこカンパニーどこなの、どこ制作なんだこれ。コンセプトミュージカルドラマシャープ7、こういうシリーズなのか。なんかね、もっともっとオリジナルミュージカルねやってるけど、バンってこう大ヒットロングランみたいなのがねなりにくいからね日本はね。告知をね、
月日は映画で見たかもしれないで、見た後結構来ますよね。ズーンって。エリザベート思いっきり楽しんでいらしてください。まおみさんありがとうございます。来週が楽しみです。楽しみです。羨ましいです。東京住みたい。いやでも私なんかよりね、もう全然見てますよね。ゆきさん、本当私東京住んでるけど。スカちゃんさん、定期券2000の座席に鳴らされてるお尻が長時間耐えられるかな。いや、本田劇場は別にお尻痛くないと思いますよ。うん、そんなふかふかで、ふかふかですよ。来週は女の一生を見に行きます。あ、ねえ、しのぶさんね。そう、大女優が、大、なんかインスタに上げてたな、おたけさん。台本。いやー、芸術の秋ですね。本当に感激の秋ですね。私はぼちぼち動画も撮らなきゃいけないからな。ちょっと動画この 2,3 週間全然上げれてないから頑張ろう、頑張るぞ。あ、やばい、もう1時間半も喋ってたねえ、禁忌物見れるかな、まだ。あれ、禁忌物、消えるか。オーブですもんね。チケット当日券あるからいけるか。前日12時からか。うーん、ワンちゃん行けたら行くぜ。じゃあね、寒暖差でちょっと本田劇場椅子大丈夫って聞いてちょっと、うん、本田劇場はだってキャパありますもん。なんか小劇場の中で一番大きい、小劇場じゃないか、本田劇場は中劇場か。キャパあるし、あの長い芝居も全然やるし、なんか綺麗になってるし、年々あんま痛くないです。あの本当に痛いのはあのパイプ椅子とかをね、こう並べてやってるようなところあのどうにでも組めるところ、劇場、ああいうところはね、さすがに3時間痛いですけど、本田劇場はね大丈夫ですよ。うん、経験上よっぽど面白くなかったら苦痛かもしんないけど、まあ、ケレさんだし、うん、大丈夫だと思う。そうだね、ただ展開が早いのがいいなとか、パン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 って進むのがいいなみたいな人は、ちょっとね、慣れてない人はね、あのあるかもしれない最初はね。でもなんつうのか、ずっと全体的にやっぱ面白いし散りばめてくれるから。お、チケット代がやばい。アンドロマックも行きます。なんだアンドロマックって。動画楽しみにしてますね、ありがとうございます。全然ちょっと情報終えてないわ。セリ行きたかった。あ、アサリ先生のやつ。へえ、アサリ演出事務所。そうか、式とはちょっと違うあれか。へえ、まずが一日で完結する物語。24時間以内に一つの罰で一つの物語だというか。へーへーへーとか言って、面白そう。10月29日で終わっちゃうもん。22日か29日、1週間ちょいしかやないのか。へー、中劇場、中劇場ね、いいよね。こんな短期間しかやんないんだ。作ジャンらしいね。演出アサリ系だなってんだ。じゃあアサリ先生が前つけた演出を2022年再演版演出野村さんが引き継いでやるってことか。名前はそれでも残るんだね。できるだけ忠実に再現するってことか。ですごい、アンドロマック主演やりながら演出もやるってこと。ああ、蚊が、いた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 、ちょっとあれ、またいなくなっちゃった。くっ、
今上に登っていったのに、ちょっと目を離した隙に、もうさ、いいよ、10月だよ、本当に。なんでまだいるのさ。窓開けてたのがよくない。衣替えしたくない、衣替えしたくないよめんどくさいよ、やる気が出ないよ。東京ラブストーリー行かれる方いますか？本田劇場見やすいですよね。うん、見やすいですよ。後ろの方でもあの前の人のあれが被んないから、頭が、トラムの方が椅子やばいですか？トラムはどう、いや、そんなに痛いくなるイメージないかな。トラムはちゃんとほらなんか出しでできる、開閉式っていうのウィーンって出てくるところと、あと置いておく椅子があるけど、別にパイプ椅子とかじゃないし、そんなに。東京ラブストーリー行きたい。川越のミス最後も楽しみです。トラム確かに痛いかも。あ、好きだけど。あ、そっかそっか。トラムシアタートラムだってこの間シアタートラム、あ、パブリックシアターのね、隣のっていうか、あそこのシアタートラムですよね。いや、行ってないか私トラム最近。ちょっと痛いか、確かにね。そうかもしれない。生理は配信あります。あるんですね。か、大丈夫ですか、すいません。もうほんとね、3回ぐらい現れるんだけど、ちょっと賢い蚊ですね、この蚊は。ちょっと賢くてね、すぐ姿を消すんですよ。蚊取り線香たこうかしら。なんで10月だよ、しぶとすぎるでしょ。もう私もう本当にね、こうパチンとやらないと眠れないんですよ。パチンと潰さないと。すいませんね、本当に蚊でも大事な命だから逃がしてあげてみたいな、そういうね、優しい方ももしかしたらいるかもしれないですけど、私はちょっと許せないので。あ、そうそうそう、自由劇場って今は違う劇団に貸したりしてるんで。そうなんですよ、それの第1弾のチャミを私は見に行きました。はい、感想は動画を見てくださいトラムの椅子やばいってみんな言うので注意心配。あ、そうなんだ。ベンチシートみたいな隣動くと揺れる。ああ、繋がってるやつね。ソンハスさんのストプレね、2人芝居のやつでしたっけ。初トラムです。まあ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 、あの芝居が面白ければ痛くないですよって言っとくいやでも本当ね、私苦痛、一回苦痛だなって思うと、もうひたすらお尻の痛さを耐えしのぐだけの時間みたいになっちゃうのはありますよね、芝居によってはね。わかる。ちょっとこう体重移動してみようかなとかね、お尻座る位置を変えてみようかなとかね。でももしあれだったら、あのあんまり高さがない、薄いクッションとか、なんか薄いタオルをこう畳んでお尻に敷くとか、それだったらいいんじゃないですかね。別に、なんだろう、子供用のさ、あの劇団四季とかがこう客席に置いてくれるやつ、あんなさ10センチぐらいある分厚いやつとかじゃなければあの人めっちゃ座高高いなとかね、思われるかもしれない。あの 薄めのね、タオルケット的なものとかを心配だったら持って行って、お尻の下に引けばちょっと安心かな。そっか、トラムの椅子覚えてないや。確かに痛いかもしれないな。あるよね、そういうのってね。腰痛持ちなので椅子問題で結構、あ、なるほどね、それは辛いですね。だからまあ、背もたれがあるいい席を取るでもなんかな、なんか劇場の人に行ったらなんか貸し出して、もうブランケット貸し出しとかって今やってないのかな、コロナ対策でね。綺麗な劇場だし、チャビは剛力彩芽さん、そうです、剛力さんと、元 E ガールズの亜美さんでした。ダブルキャストでなんか役入れ替わるやつ。もうちょっとここでは言及しません、私は。あのしゃべりに関して喋り出すと止まんなくなっちゃうんで、あの動画を見てください URL 貼っとこう。あのたまたま知り合いがね、知り合いというか、まさきくんか、まさきくんが2人で行く予定だったんだけど、その1枚行けなくなっちゃったから、行く予定だった人が行きませんかって言われて、ジャック・ザ・リッパーの後に行ったんですよ。日生劇場からの自由劇場。
そうそう、まあお察しください。あ、やばい、スイッチ入っちゃうとね、あのすごい喋りたくなっちゃうんでね、シャミーについては危ない危ない。どれだっけ、どの動画だっけな、あ、あったあった、ちょっと貼っときますね。よいしょ、おにぎり食べながら喋ってる、シャミーのこと。すがちゃんさ、薄い座布団みたいなの持ってっても OK かしら、ピクニックで。そう、多分ね大丈夫と思いますよ。だってそれでね、例えば10センチ高くなるとかないですもんね。座高が高い人は別に普通にいるし、トラム一番後ろのトラムシートで見やすいように楽しんでください。あ、私も行くです。あ、なるほど、すごいな、やっぱりみんな見に行くのが大体同じなんだな。劇場内で演目始まっても帽子を取らない人どう思う？いや、ダメだと思います。トラム見やすい情報ありがとうございます。薄いクッション持参して行ってきますね。本当別にそれは迷惑なんないから大丈夫と思います。帽子を取らない人は、まあ、でも単純にルールを知らないっていう人はいると思う、うん、あとはなんか事情があって外せない人とかかな。でもそんなにこう、なんていうの、目線の邪魔にならないタイプの帽子、あの薄いニット帽でもう頭にピタッとくっついてるとか、それだったら全然まあいいかなと思うけど、もう習慣がないんじゃないですか、室内で帽子を外すとか。あとなんかもうそれもファッションのコーディネートの一部だからつけてて当たり前みたいな。いや、よくわかんないけど、でもいちいちね、最近そのお帽子外してくださいみたいなアナウンスする劇場もないしね。そんな、よっぽど、でもよっぽど邪魔になってるなと思ったら、まあスタッフさんが声かけるだろうし。トラムね、トラムはでも見やすいは見やすいと思います、うん、設計的には。まあどういう風なこう組み方で椅子組んでるかわかんないけど、ソンハサイ、芝居いいですよね。そっか、カラーズ配信、いや、やっぱオリジナル、日本オリジナルミュージカルはね、配信し放題だから、そこがありがたいですよね。ありがたいありがたい。まだ見れるかな。そう、結構だから、あれ、私そんなに芝居見に行ってないのにお金がないぞと思ったら、配信でね配信にお金を使ってたみたいなね、パターンありますよね。配信で気づいたらっていうね、パターンありますよね、最近はね。でもありがたい、配信も本当に。帽子ね、私も帽子かぶらない派っていうか、あの夏のね、日差しが暑い時は熱中症にならないようにかぶったりとかはしますけど、頭でかいからさ、基本的に帽子が似合わないんですよ私。そう、試着とかしてもなんかむぎゅって感じ、なんか入るわかります、あの頭にこうスポッて入るんじゃなくて、ちょっと一回ワンクッションむぎゅってやんないとこう入らないっていう、その頭がねでかいんですよ。だからちょっとやっと入ったと思ってもなんか収まりが悪いとか、顔がでかいからだからあのしないですね、帽子は。アナウンスすればいいのにっていつも思います。まあね、でもなんかもう全部アナウンスしていくと、もうアナウンスだけで10分ぐらいになっちゃいますもんね、注意事項でね、多分ね。でしてもさ、そういう人って聞いてないからさ、大体、聞いてないんだよね。あとアナウンスされた後に入ってきたりとかね、開演ギリギリで入ってきたりとかもするからね。そうなんだよ、だから全部が全部こう注意事項をわーって言ったらみんなが守るかって言うと、そうでもないからね、難しいですよね。だから東方シネマズみたいにね、あのなんだっけ、映画見る前のマナーみたいなね、ああいう映像を流せばいいんですかね。 No kicking とか、あのでっかい唇がやってるやつ、 No noise とかね前の人の席蹴らないでくださいとか、喋んないでくださいとかね、やるやつ。木村みどり子さんの歌わせたい男、歌わせたい男たち大好きですよ私。あの戸田さんのやつね、 DVD 持ってますよ。帽子、劇場係の人が、そうなんかもうそれがね、あの一番、すいませんってなるしね、本人もね、そう外してくださいって言われるぐらいやばいことだったんだっていうのもそこで気づくしね。意外とだから別に悪気がなくね、そうやっちゃってる人もいるからね。あんまりそんないちいち目くじら立ててたらもうキリがないというか
それでその人は放射しちゃいけないんだって、もう学べればねそれでっていう思うね。ファンクラブ貸切公演とかだと感激マナー完璧ですごく、あー確かにそれはね、そうだそうだ、訓練された観客確かにね。女優帽子の場合は注意されますそんなでもいる、かぶってる人そんなに、なかなか見ないけど、いるのか。女優なんじゃないですか、じゃあ関係者で招待されて、で関係者の方がマナー悪いって言うしね、よくね、携帯とかもまあ散々で言われてると思うけど、同業者として恥ずかしいみたいなツイートとかもありましたよね、この前、ね、結構最近か、なんだっけ、声優さん誰かだったかな、忘れちゃったけど。そうなんだよ、関係者ってさ、別にそんなにこの作品に愛がなくてもさ見れちゃう関係者、うん、とりあえずなんか今後の仕事につながるかもしれないから関係者としてこう見といて、でコネクション作っとこうみたいな感じで見れちゃう人とかね、あと付き合いでね、あの作品自体に別に興味はないけど、まあ見とくかみたいな人とかは、まあ劇場が好きとか芝居が好きっていうわけじゃないから、なんかまあやり過ごしてんだろうねそこでだから携帯で普通に連絡しちゃったりとか、まあさすがに電話はないと思うけど、うーん、何様って思うよね私はもう、もし今後ね関係者として見れるチャンスがやってきたとしても、絶対に一番マナーよくしていようって思いますよね。うん、本当にその席がさ、どれだけ価値があってさ、死ぬほどこう見たくて、でもそれでも見れない、安い席で我慢しよう、もうこの席で楽しもう精一杯って思っている人をさ踏みにじる行為ですよね、本当にマジで本当に二度と呼ばないでほしい、出禁にしてほしいよね、そういう関係者いまだにステージを撮影してる、ああそれはね、まあ分かんないんだろうな、うん、式の初日とかもめちゃくちゃ愛にあふれて拍手がぴったりそうね、もうそれはね、式の初日撮る人はもう愛強いですよそれは、うんうん、心からの純粋な、濁りのない紛れもないまっすぐなピュアな拍手、そうですよ、まあね、全くゼロにはならないだろうけどさ、だって自分だってね、最初はね、もしかしたら気づかずにやっちゃってたマナー違反とかもあるかもしれないし、まあ、人のことをねそんなにチク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 言うのはね、あんまり好きじゃないのですが、やっぱ関係者でマナー悪いってなるとね、本当にもう二度と来ないでいただきたいって思っちゃうよね金払ってないのにその態度みたいな分からん、私そんな直接本当にやばい人を関係者席で目撃したことないから分かんないですけど、本当一番今までやばかったのは明治座の S 席の隣に座ったおばちゃん2人組、靴を脱ぎ出してその脱いだ足を椅子の前に椅子の前の人の椅子の背もたれにかけてた、一番上じゃなくて椅子のへりじゃなくて新幹線でこう前の座席にちょっと足置いとくみたいな、そういう感じです、めちゃくちゃ喋るっていう、私の隣で、あれ以上にやばいの見たことないですね、うん、もうほんと家でテレビ見てる感覚で、もう50代ぐらいかなのおばあちゃん2人、60代のおばあちゃん2人が、あの人さ、なんかこの前テレビで出てたよねとか普通に喋っててえっと思った。カズ兄さん、ミュージカルが多いんですけど、拍手を一番最後までする人いません？自分が最後に拍手した、一番最後に残す人ね、もう大体全員消えて終わるけど、最後のなんか5回ぐらい私が最後の女になるみたいな分かんない、それは意図的にやってんのか、もう気持ちが溢れちゃって、もう それぐらい良かったよっていうのも、まだまだ私は足りない、まだあと5秒、あと3秒でもいいから拍手していたいみたいな、そこで満足みたいなパターンかもしれないね分かんないけどねでも誰が拍手してるかなんかでも分かんないからね、そのよっぽど前の方じゃない限り演者さんには分かんないからね、
まあでもそれは別にほら無害だからさいいけどね。たまにそのなんだっけな、私あの黒谷友香さんが塚浩平さんのあの熱海殺人事件に出た時に、あの私の前の人がおじさんがカーテンコールの時に友香さん綺麗だってずっと叫んでた。あ、手拍子もやりすぎると辛い、確かにね、歌聞きたいのに、わかるわかる。でもなんか盛り上げがる曲で、これは客席的にこうやって盛り上げた方がいいのかなっていう時と、いやでもやっぱ歌を聞きたいから邪魔だよねって、演者線的にでもこれ拍手してほしいところなのかな、どっちかなって迷って見てる時はある。気持ち的にはこう手拍子やりたいけど、あの誰もやってない場合は自分が第一号になる自信はない。うーん、その塩梅難しいですよね。アナウンスでね、別にこの曲は拍手 OK ですとか、ね、そんな言われてもね、なんかちょっと冷めちゃうし気持ちでね、気持ちだからさね、自然にこう起こるものだからね、余韻が残るうちに拍手っていうのもちょい迷惑、あちょっとね早いよとかね、遅いよとかね、もう終わりだよみたいなあるよね。そう、暗黙のね、こう気持ちいい間っていうか気持ちいい尺ってありますよね。そうです、拍手残す人、年齢が上がると注意してくれる人もいなくなるので、感激以外でも自分で気をつけてきて、そう反面教師、明治座のお客さんみたいで、そう多分明治座のおばちゃんはあのね、あんまり感激してないんだろうなって感じで、なんか多分ね、なんかの招待券とかなんかそういうので、ね、当たったとかで、とか人から譲ってもらったみたいな感じで来たっていうノリだったんだと思うんですよ。多分服装的にもそんなにこう感激慣れてるっていう感じよりかは、もうなんかお相撲を見に来ましたみたいな、お相撲桟敷席で見てますみたいな、そういうノリ、うん、なんかそのうちお弁当でも食べ出すんじゃないかっていうぐらい、そうそうそう、びっくりした、嘘でしょみたいな、こんな前の方の席で、なんかね10列目ぐらいだったかな、結構全然もう見える一演者さんからはっきり、嘘だろうと思って、だからしっかり分かれてるんですよね、自分のスペースとそれ以外っていうのが、うーん、びっくりした、えっと思った内容入ってこないし、そう歌やセリフにかぶったりする、そういうことか、あなるほどね、最後のカーテンコールとかじゃなくて歌劇中ってことか、うん、それは嫌ですね、確かに、で空気が読めないんだよね単純にねもういいよってで演者さんもさ、やっぱこう霧のいいところで次に進むっていうのがあるからね、拍手待ちの時間がこう、なんか歌が終わってパッてポーズ取って止まってます、拍手わー来てます、はいそろそろ波が落ち着いたかな、次のセリフっていう時にまだ一人でこう やられてると歯切れは悪くなりますよね、うん、流れは確かに、うん、確かに確かに、まあでもいろんな人がいるからね本当にいやお前長えよって心の声で突っ込んで楽しむ気持ち拍手のタイミングでなんだか言ってね、あのわかります、今日のグルーヴ感いいねみたいなね、今日の客席最高みたいなのありますよね。だから自分のこう気持ちと客席の温度がこうシンクロしてる日ってありますよね、もう完璧みたいな。であともちろん舞台上のね作品の温度もね、こうそれが全部カチッとはまると気持ちいいですよね。なんかあれ私もっと乗りたいんだけどここ拍手起きないのか、あうんみたいな日もあれば、いや別に今そんなスタンディングオベーションするほどのうーん気持ちではないけど、まあ立っとくかみたいな、ね、時とかもねあるある。それがね完全にこう一致するとね、気持ちいいですよね、いいものを見たってなりますよね。そうそう、今日のお客さんとならこの後飲みに行きたいとかね、なんか何時間でも語れそうとかね、あるある、うん、まあ、その運も含めて一期一会だなと思って楽しめるぐらいには、うん、なりたいというか慣れてるかな今は、うん、私はほらなんかやばいお客さんがいたらもうこういうラジオで喋れるとか、なんかネタになるって思っちゃうのもあるからでよっぽど邪魔されたりとか妨害されるっていうことがない限りは、そうね、今までその明治座の人がトップで、あとは何だろうな、友香さん綺麗だもうすごかったけど、でもあれは終わった後だったからね、まだ、うん、よかった、なんか本当に好きなんだろうなと思いながら見てて
とんでもない空気になってたけど周りは。うん、セリフ中にね、なんかコールするとかもないし、あとあれかな、なんかもうどうしようもないけど鼻息がすごい人とかかな、隣でスピースピーってずっと言ってる人。でもなんか別に悪気があるわけじゃないしな、もやもやするみたいな、そういうのはあったけど、まあ怒るほどのことでもないしなみたいな。吉尾さんのファンクラブ貸し切りエリザベートは拍手揃っててめちゃくちゃ気持ち、まあそりゃそうですよね、エリートですもんねエリートで品がいいお客さんが多いよやっぱりファンクラブ会員は。カテコでヒューって雄たけび上げられないから寂しい、確かにね、それ言いたくなっちゃう時ありますよね、うん、今我慢してる、心の中で言ってる、その分手がね痛くなるほど拍手に力を込めてるそう、まあでもなんか海外とか行ったらもっとねなんかカオスですもんね多分ね、普通にあのなんだろう、お行儀よく見ようっていうよりはこう自分の心の動くままに表現するみたいなノリ、アメリカうーとかさ、おーとかさ言うじゃん、 I love you と子供が言うとさ、可愛いシーンとかでもシットコムとかでよくあるそうっていうなるやつとかね、ヤジとかもねガンガン飛ばしたりとか、まあ今はそんなになるかなだろうけど、やっぱ芸人さんの話とか聞くと、まあちょっとミュージカルと畑違うけど、もう昔とか普通に、あと大阪とかの方ではおもんないぞーとか引っ込めーとかさ普通にネタ中に言われるみたいな、それはメンタル強くなるよなって、一期一会そうですね、感動の高まりがみんなと一致すると我らが同志、そうそう同志同志おーれーさーの後の拍手だけでずっとね、おーすごい、いや楽しみだな、鳴りやまないで次に行きづらいって嬉しいハプニングですよね、いやいいな楽しみだな。あ、ルキーには結局客席に降りるのはもう解禁したのかな、キッチンの時、楽しみだな。やばい、でも私あんまりこう楽しみ楽しみ言ってると前振りみたいになるからやめよう、なんかあのなんだっけ、キングオブコントとあのスマッシュキャバレーの時もね、もうめっちゃ楽しみで、もうこういう歌歌うんですよとかね、もうみんな本当見に来てくださいとかね、配信もあるんでとか、めちゃくちゃテンション高かったからやばい、フラグになっちゃうと思って、もう抑えよう、感激中に号泣してしまった時鼻をすする音を絶対に出さないように気をつけてすごい偉い、もうね流しっぱなしにする、諦めるっていうね、わかります、もうだから今はマスクの下にこうハンカチをグッとこう入れて、もう受け皿にして放置みたいな口で息するみたいな、あー吉尾先輩拍手したい、博多座行けない、博多座で、ね、私も行けないんですよねえ、はー、まあ、でも行きたい、わかる、わかりますよ、博多しかないからね吉尾さんは、せめて配信をないかな、イザベート。あーもうそろそろ 顔倒したいけど、蚊の体力が尽きてきたかな、忘れた頃にやってくんだよなやつらは、一匹だけ来るんだよな、何なんだろうか本当に。アイーダとかビジョとやつとか Be Our Guest でショーストッパーになるぐらい拍手が鳴りやまれる、あー確かに、アイーダでもどれでなるんだ、どの曲だ、アイーダ、アイーダローブのダンス、美女と野獣の Be Our Guest はいいよね、だってもう Be Our Guest はうちらがゲストだもんね、おもてなしされてる方だからさ、おもてなしありがとうっていう気持ちで拍手しちゃいますよね、自然にね。コメディミュージカルでめっちゃ大声で笑いながら両手叩いて前のめりになる声なんかね、ゲラの人ってさ声量があるんですよね、謎にわかる本当にさ、いやなんか楽しんでるんだろうなっていうのさわかるんだけど、うん、わかるけどね、うん、っていうねでもなんかそのなんかネガティブな反応じゃないからこそね、ちょっとやめてくださいっても言いづらいしね。お笑いのライブとか大会でもいるんですよ、絶対最前列にいてもうどんなことでも笑うみたいな人いるんですよ、
人、大体ライブっていうよりあれかな、 M1 とかその大会が多いかな。必ず最前列を陣取って絶対笑うみたいな、箸が転がっても笑うみたいな人がいて、ですっごい声が響くんですよね、そういう人に、肩に限ってね。まあいいんだけどねいいんだけどね。今月は美女と野獣が開幕ですね。そうですね、美女と野獣、そう、さっきもねちょっと話題に出たんですけど、アンフィシアターだっけ、なんかね、行ってみたいな、まあ、行けるか、美女と野獣は行けるよね、行ける行ける、取れる取れる。ディズニー自体も知ってないからな、舞浜も全然行ってないから行きたいな。最後に行ったらいつだろう、もう3、4年前かな、 C に行ったのが最後だと。そう、なんかね、また値上がり、ん、安くなったのか、安くなって大貧縮みたいな、なんかありましたよねで結局なんか差額は返金しますみたいな。あ、こんばんは、今日も聞けて嬉しいです。ルイさん、エリザベート花さん、マリさんのファンクラブ貸し切り、ああいいですね。いや、いいよ、やっぱりファンクラブ貸し切り、私な入ってないからファンクラブ行ったことないけど、まずだってね、心配がないもんね、みんなほら同志じゃん、同志という名のもとに集っているからさ、そんな変なね、変なって言っちゃあれだけど、感激初心者ですみたいな人なかなかいないだろうし。宝塚見たいけど男性からしたら敷居高い。宝塚 なんで男性でも全然今行ってる人たくさんいますよ、行ったらいいと思いますよ。なんか結構自分の中でこうだからやめとこうかな、ああだからやめとこうかなっていうのって、時間が経ってみると、いやそんなん気にしないで行けばよかったって、やればよかったって思うことがすっごいいっぱいあるから、私はね、だからもうそういうのを理由にしてね、行かないのはやめようって思って、なるべくやりたいと思ったことはやれるうちにやるっていうのをモットーにしておりますが、衣替えはやりたくないです宝塚ね、行ったらいいんですよ、別にそんな今ね、ジロジロ男性がねいるからって見る人いないですよ、大丈夫大丈夫、堂々としてればいいんですよ。そんなね、お花様貸し切りってファンの方めちゃくちゃ品良さそう、着ていくものも考えちゃうね、確かに皆さんなんかこうドレスアップの なんていうのかなレベルが高そう勝手なイメージ、なんかみんなこうアフタヌーンティーをたしなんでそう、勝手なイメージ終わった後にお茶してそう、楽しみだな。私も花房さんの貸し切り、おカーテコー号にフランツやルドフ出てきてミニコントみたいなのあって楽しいんです。今回は誰が出るの、へえそうなんだ、ミニコントみたいなのあるんだ、楽しみだな。そう、私カーテンコールが一番ね、目が足りないんですよ、私的に、みんなの挙動を見たいからわってこう、なんていうの、こう千里眼みたいなのをこう使って見てるんですけど、いつもカーテンコール、いやもちろん本編も 目足りないんですけど、うわーってなんかすごい神経をね、違う、なんかちょっと本編見てるのとはちょっと違う神経を使って見てる、カーテンコール、誰か面白い動きしてる人いないかなとかそんなことないですよ、普通になんかネタを探そうと思って見てるっていうよりは、こうあの人どういう感じなんだろう今、表情とか、ちょっとこうなんていうのかな、役と本人とのこう境目みたいな感じがね、すごい好きなんですよ、その仕草とかを見てるのがね。そうだからミス最後のカーテンコールのやつも上原さんはもうあげたんですけど、また別にやりたいのがあって、ちょっとそれもね早く撮りたいんで撮りますよ。いやー楽しみですね、じゃあ本当に、じゃあもうやばい2時間だ高評価ありがとうございます、18人の方嬉しいです、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。そしてこの動画にグッドボタン押していただけるととても嬉しいです。そうだから結局さ、10月頭にやりたいって言ってたライブ、スタジオ配信ができなかったんで、ちょっと10月中にねやりたいなと思っておりますので、また楽しみにしてください。カテコで目が足りなくなるのすごくわかります。そうなんですよ、なんかまたちょっと本編とは違う目の足りなさというか
みんな追いたくなっちゃうから、もう聖徳太子の名盤みたいな感じで見てる。あ、今回トートダンサーもスキルアップしてさらにすごいって評判、そうらしい、やばいやばいやばい。いやでもダンスの技術も歌の技術もね、やっぱどんどん上がってますよね。あ、もう当たり前ちゃ当たり前なんですけど、やっぱこの今の若い世代の方なんかも特にもうすっごい子供の頃からちゃんとした先生について教わってる人とか、あと学校教育機関もすごく昔に比べてカリキュラムとかもさ、すごいしっかりしてきてるというか、第一線で活躍してる人がさらに講師としてこう来たりっていう、濃密な授業とか、それもどんどん充実してるんだろうなっていう思うぐらい思う感じ。あと海外でちょっと学んできましたっていう人とかさ、あと本当にそう外国での先生をつけてブロードウェイでやってましたみたいな人に教わって教われる教室が増えたりとか、わかんないけど、だから若手の方のね、もうすごい器用なことっていうのもどん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 レベルが上がってきてるなっていうのを思いますよね。ショーマストゴーチケット完売、わーもう無理だよ、あんなのあんなつけて次回エリザベート見てきたお話伺いたいで、もう絶対その話ですよ。もうやばい、3時間ぐらい喋っちゃうかもね本編を再現しながら、ね、ショーマストゴーはね、私90何年版かな、わかんないけど VHS でありますよ、西村さんが出てるやつね、面白いんだよね。あれ地震、ちょっと揺れてる、地震きた、もう東京は11月25日から11月27日、いやでも頑張れ頑張れは取れる、世田谷パブリックシアター当日券ありそうな気がする、リセールチケットとかも諦めない。てか普通に販売日開始日を忘れていたそういうことってあるよね松屋さんも出るんだ、そうだ松屋さん忙しいな。三谷さんはねちゃんと作演出もやるし、でも私しばらく役者の白井さんを見てないから、なんか役者の白井さんも見たいなってちょっと思っちゃう、どっかでもうやんないのかな芝居のね。もう間違いないよね、ウエンツさんもねすごい積極的に舞台出られてますしね。いやーこれ面白いよ、どうなるんだろう、どうなることやら。ということで今週はじゃあ2時間経ったの経ってしまったので、あっという間でしたね、やばいやばい。私も久しぶりに皆さんとお話できてすごく元気が出ました、ありがとうございます。あ、まあ告知じゃないんですけど、ザ・W でやったミュージカルネタを、まあ、年内にはちょっと動画を撮ってあげようかなと思ってますので、お楽しみにって言っとかないと私は先延ばししてずるずるまたやらないんで誰か私が忘れてたら教えてください。あれまだですか、この不真面目ラジオで言ってましたけど嘘つくんですか、お月さん私たちのこと裏切るんですかみたいな責めてください埼玉が震源だったみたいです、お埼玉か、飛んで埼玉、揺れて埼玉、もう地震も多いけどさ、本当になんかさ、やっとこうコロナ落ち着いてきた時にさ、まあ、災害とかさそういうのも本当やめてほしい、本当やめてほしい大事なことなので2回言いました。はい、ということでじゃあ来週も1週間頑張りたい方は頑張って、頑張りたくない方はそこそこ適当に生きていきましょう。じゃあ最後にお祈りをして、終わりたいと思います。あ、高評価21ありがとうございます。恋愛レボリューション20は藤本ミキティチャンネル私すごい好きで見てるんですけど、そこに夏先生と菅井先生、ボイトレの菅井先生とダンスの夏真由美先生がすごい出てて、めちゃめちゃ
胸熱でした。よかったら皆さん見てください。鈴木京香様ね、京香様いいよね。鈴木京香さん、あの方も変わんないですよね。うん、でも鈴木京香さん舞台見たことないな、そういえば。うん、あの王様のレストランのね、あのバーテン役がねすごいいいですよ、うん、好きです。三谷作品で言うと、あとラジオの時間ね、ラジオの時間も好きです。はい、ということで、皆様おのおのの祈るスタイルを、作ってください。私は手と手を合わせて幸せのポーズをしております、今。そして顔顔面にめちゃくちゃ力を入れてます。うっ、ということで、来週もどのカンパニーさんも無事に上演できますように、一生懸命頑張って作ったものが、ちゃんと上映されますように、そしてエリザベート私無事に見に行けますように、日頃の行い、あのいい行いをするように心がけております。徳を積んでおけるように蚊は殺してしまいますが、ごめんなさい、小さい虫は殺めてしまいますが、それ以外はあの善行を積んでおりますので、それが報われますようによろしくお願いします。はい、皆さんもそれぞれお祈りをしてください。2位です。おやすみなさい。ありがとうございました。ルイさん、ありがとうございます。白井さんの元奥様、うん、高泉明さんね、アラカルト、今年久しぶり。別れたの、あそこの夫婦、ご夫婦って。雪改善自動車さ。マジで知らなかった。ショック。楽しかったです。おやすみなさい。こんばんは、おやすみなさい。楽しかったです。おやすみなさい。ありがとうございます。高泉さんはね、アラカルトね、見に行ったことありますよ。一回。面白いんですよね。あれも生演奏で、青山円形劇場ね、あった時に。どこでやるんだろう、ちょっと後で調べとこう。楽しいお話、いやいやいや、私の方こそ、あの楽しいコメントありがとうございます。やっぱね、こう皆さんのコメントがあるからこそね、このラジオはできるからね。本当に一人でね、だらだら喋っててもね、本当になんかあのやばい人独り言がね本当に苦手なので、あの誰もいない空間で喋るっていうのがね、本当に成立してるのはコメントそのおかげなんですよ、皆さんのね。まあコメントがないと私本当不安になっちゃって何も喋れなくなっちゃうんで、みたいになっちゃうので、ね、ありがとうございます。私も体調がよく過ごせますように、みんなが無事で感激できますように、楽しかったです、ありがとうございます。感激できますように、ありがとうございました。アラカルト見たことあります。はい、アラカルトね、毎年やってたんでね。そっか、それがあれでね、コロナのあれかな、ちょっとそれよりも前から中断しちゃったのかな、やっぱあれがなくなっちゃったから、青山円形劇場が、円形劇場一回立ってみたかったな。そうだから皆さんもね、徳を積んでおきますよ。はい、ということで、おやすみなさい。また来週、ふふふ。次回も皆様は元気に感激レポートしてくださるのを祈っております。良い感激ができますよ、祈っております。はい、私も祈っております。よろしくお願いします。はい、でもうエリザベートの予習をね、続きをしたいと思います。やばい、どうしよう、本当に止められちゃうかもしれない。今日客席こう立って暴れてるやつがいたら多分私なんで、はい。あと劇場のロビーで、あの自撮り棒を持ってうろうろしてるやつがいたら私です、はい。捕まんないのじゃないと、やばいやばい。あの全然お声掛けしていただいてウェルカムなんですが、あの声を出しちゃいけないからね。もうあれかな、どうなんだろう、定劇でもまだロビーの会話を控えくださいって出てるかな。うん、るっちゃんさん、楽しい話ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ最後まで見ていただいてありがとうございます。2時間もね、ありがとうございます。おやすみなさーい。じゃあねー。だからなんかトントンってあの肩叩いていただいて、あのー真面目とさんですよねって書いたメモかなんかこう筆談で見せていただければ、あの手話で喋りますんで、ジェスチャーでね、うわって喋るってお声掛けください。まあ多分でも私はすごい休憩時間中はメモってると思う、あのスマホでメモ機能でブワーって一幕の感想をブワーってメモって、やりたくなるところブワーって書いてっていうのが恒例ですね。トイレはやば、あの膀胱がやばそうだったら行くけど、基本は
もう最近行かないかな、休憩中は、うん、そのやっぱ感想書くのと写真撮るので終わっちゃうからね、うん、おやすみなさい、ありがとうございます。だら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 、なかなか終わらないやつじゃあ今度こそ本当におやすみなさい、遅